先月の台風15号による強風の影響で、千葉県市原市のゴルフ練習場の鉄柱が倒壊し、住宅を押しつぶした事故で、重機を使った本格的な撤去作業が今朝から始まりました。浅井記者の中継です。はい、こちらは鉄柱が倒壊した千葉県市原市の現場です。鉄柱の撤去する作業は先ほど9時50分から始まりました。今日はあちらの鉄柱1本を取り除く作業が行われます。今朝、住宅に被害があった住民に話を聞きました。部屋の屋根が全部こう鉄柱で壊されて、食い込んでるという状態ですね。15号の後に19号と21号、先日の大雨ですね。もう家の中はめちゃめちゃで、家財が全部雨でやられてしまっているということですね。話を伺った住民は、市原市が民間から借り上げた住宅に住んでいるということです。住民によりますと、ゴルフ練習場側との補償についての話はまだ進んでいないということです。撤去作業は、解体業者の藤村が無償で行っていて、すべての作業を終えるまで2ヶ月ぐらいかかるということです。以上、現場から中継でした。